はい、鮭の卵焼きできました。おはようございます。今日は秋鮭の卵焼き作っていきたいと思います。じゃあ始めます。まず鮭焼いていきます。ちょこっとだけ油入れます。鮭焼いていきます。鮭なかなか焼けないんで蓋使いますね。これでしばらく焼いていきます。中から見てみます。下の方だいぶ焼けたらひっくり返します。わあ、すごい焦げ目見えますか？見えますね。はい、また蓋します。はい、中見てみます。あ、焼けたかな。これで焼けてるかどうかちょっと見てみます。焼けてますね。これ中、あ、まだ生だ。もう一回生なんで焼きます。中から見てみます。今度は焼けましたね。あ、大丈夫だ。はい、そしたら焼き上がった鮭ほどいていきます。粗くほどいてください。骨が、この時骨がないのも確かめてください。はい、こんな感じでほどきました。そしたら卵を準備していきます。砂糖1杯かき混ぜます。鮭入れていきます。で、こうやって混ぜて、あとは焼くだけです。じゃあ焼いていきます。はい、焼いていきます。はい、ひっくり返します。うまく返せるかな。ちょっと画角から外れるかもしれない。はい、はい、こんな感じでいいと思います。はい、鮭の卵焼きできました。じゃあこんな感じです。食べていきたいと思います。はい、こんな感じです。いただきます。熱いかな。いただきます。うん、おいしい。ちょっと甘みしかないんで醤油かけるともっと美味しくなると思います。今日は鮭の卵焼き作ってみました。次回の動画お楽しみにしてください。よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。